ね、アニハセヨー、ファイナルファンタジー14プレイヤーの皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。そしてアンニョン、韓国の光の戦士の皆様こんにちは。なんか笑ってるね、うん。ファイナルファンタジー14でサウンドをやってます、はい、サウンドディレクターのソケンです。なんとなんと、うん、今回お知らせがある。そうなんです、あの今回ですね、あの、うん、韓国でついに、うん、エオルゼアンシンフォニー2024ファイナルファンタジー14オーケストラコンサート、うん、開催します。イエーイ。いつやる、いつやる、いつだか分かんないですよね。あ、10月14日15日ソウルでやるそうです。ねえ、本当そこに書いてあるから。いやいや、お前さそうだ、俺せっかくさこうまく誘導したのにさ全然、ね、そこに書いてあるじゃねえ。じゃあさっきあの別のカンペあったから別のだ、なるほどなるほど、そのままだと思って。いやいや変わってた。まあまあというわけで10月14、15の2日間ですよ。2日間、なんと、これまで日本でもまあ何度も開催して、まあ、アメリカやヨーロッパでも開催してきたクラシックコンサート、うん、ファイナルファン、全てね、楽曲ファイナルファンタジー14の、音から作った、クラシックコンサートが、うん、いよいよ韓国初上陸。そうなんですよ、韓国初上陸だよね。素晴らしい。いやー、ありがとうございます。いや、なかなかないですよ、 ゲーム単独のオーケストラコンサートが、まあ、そもそも開催されることが珍しいのに、そうそうそう、世界中でやってついに韓国にまでって、これは本当の韓国プレイヤーの皆さんがあのいつもね14を、そうなんです、強くね応援してくださってるから実現できたと思ってるので、本当にありがとうありがとうございます。本当ありがとうございます。ちなみに内容なんかこう、まあ内容はですね、全部シークレットですじゃあなんかさえ、じゃあね、どれぐらいあるよとか。ああ、なるほど。曲数大体ですね、オーケストラコンサートは1部2部っていう、うんうん、まあ、前半後半って分かれてるので、うん、まあ1部大体1時間弱、うんうん、2部1時間弱、うん、まあトータル休憩込みでまあ2時間ぐらい、うんうん、もうびっちりとエオルゼアンのね、音楽を皆さんにたっぷりと聴いてもらおうと思ってます。まあもちろんさ、静かな曲からさ、まあ大概バトルコンテンツの曲はさ、うん、激しい激しいじゃない。だいたいね、うん、演奏者の皆さんはね、うん、特に金管ですね、嫌な顔されますね。まあそうですね、世界中で見ましたね、そういうずっとお前の譜面はフォルティッシモばっかだまあいつ休むから、いつ休むからしょうがない。そう、しょうがないです。まあなので本当、韓国でまあえりすぐりの楽団の皆さんにですね、うん、まあ、プライドをかけて演奏してもらおうじゃないかということで、行くんだよね。はい、もうあの僕行きますけども、うん、あの MC はですね、グローバル土曜吉田直樹が務めますんで、皆さんお楽しみに。そう、 MC 僕は音で忙しいから。というわけで、司会進行は私が務めますので本番あのよろしくお願いします。まあ、僕とかは一応タキシードね、着てますけど、うん、皆さんは本当普段の格好で全然気軽にエオルゼアに遊びに行く感じでぜひ来てください、うん、でそんな堅苦しいものにはしないので、あと来るお客様の 99% は光の戦士なので、まあ、普段ねゲーム内で一緒にいろんなコンテンツやってる人たちと14の曲で盛り上がりましょうというコンサートなので、うん、そう、ぜひお気軽に、まあ、ネットでもね多分、日本ので公演した時の映像とかも多分検索者出てくると思うので、あ、そうですね、どんなものかはそれを見てもらえれば多分分かると思うので、うん、で本当になかなかやれない機会なので、めったにやれない、いや本当にこれは嘘じゃなくて、うん、なのでぜひですね、2日間ともですね、韓国の光の戦士の皆さんと、まあ、激闘を繰り広げたバトルの曲で一緒に熱くなり、うん、ね、あんな曲流れてこう一緒に涙するみたいなのをぜひ味わいたいと思ってますので、ぜひですね、味わっていただければと思います。今回初なので、うん、ぜひ皆さんと、オーケストラコンサートでお会いできるのを楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします。ではありがとうございました。また現地でね、たくさん見たー、アンニョン、アンニョン、アンニョン。